バンコク共同、バドミントンの団体世界一を決める国、地域別対抗戦、男子トマス杯と女子ユーバー杯の準々決勝。参戦戦勝方式の組み合わせ抽選が24日、バンコクで行われ、一次リーグ A 組を3戦全勝で通過した女。記事全文を読む。